第3代、リーベン伯爵第3代、リーベン伯爵及び、第2代、メルビル伯爵デイビッド・レズリー。1660年5月5日1728年6月6日は、スコットランドの軍人、政治家、貴族、ホイック等所属。初代メルビル伯爵、ジョージ・メルビルとキャサリン・レズリーの息子として、1660年5月5日に、生まれ、 11月にモニメールで洗礼を受けた。1676年1月21日に母の兄弟、アレクサンダーの娘キャサリンが死去すると、リーベン白爵の称号を使用したが、爵位の継承が正式に認められたのは、初代ロシズ公爵ジョン・レズリーが1681年7月27日に死去した後のことだった。1683年に父が、 ライハウス陰謀事件への関与を疑われると、父と共に、オランダに逃亡、ドイツを旅した後ブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒビルヘルムの軍に入った。続いて、ドイツとオランダにおける、スコットランド人を招集して一個連隊を編成して、1689年から1694年まで、連隊の隊長を務め、キリー・クランキーの戦いと1692年の、 フランドル戦役に参戦した。その後、1702年に順将に、1704年に、少将に、1707年に中将に昇進した。1689年5月18日に、スコットランド数密院の数密顧問官に任命され、同年には、エディンバラ女性徳に任命され、1706年に、スコットランド軍総指揮官に任命された。 スコットランド軍総指揮官として1708年のフランスによるイギリス侵攻計画に対しジャコバイト支持を疑われた人物を逮捕した。スコットランド王国とイングランド王国の合同交渉においてはスコットランド代表の一人を務め1707年にグレートブリテン王国が成立すると最初のスコットランド貴族代表議員の一人になり1710年まで務めた。 しかし、1712年6月に、すべての官職から解任された。その後、1714年に、息子ジョージと共に、エディンバラで、ジョージ一世を支持する声明を発した後、ロンドンで、ジョージ一世への到着を歓迎した。1707年5月20日に、父が死去すると、メルビル伯爵の爵位を継承したが、メルビル伯爵の称号を使用しなかったという。 1697年から1728年に死去するまでスコットランド銀行総裁を務めた。1728年6月6日に死去12日にマーキンチで埋葬された。1691年9月3日以降アン・ウィームズと結婚に難を設けた。1716年には多額の借金を抱えることになり、1725年に 領地の一部をオークションで売却した。ありがとうございます。